さん始まるよ。みんなこんにちは、まりちゃんです。いずちゃんです。みなくんです。パパです。これから皆さんには4つのゲームをしていただきます。その4つのゲームで脱落すると、後ろにいるあのマスクの男の人に暗黒の闇に連れて行かれてしまいます。脱落をしてどこかの世界に連れて行かれても、また次のゲームで復活はします。4つのゲームで一番勝った数が多い人には、なんと超大金のこの金の1万円札を差し上げます。イエーイ。ということで、この金の1万円札は億万長者になれますので、ぜひこちらを狙って脱落をしないようにゲームに挑んでください。はい、はい、さっき間違えてしまいました。それは金の1億円札です。なのでもう一生遊んで暮らせる大金でございます。ではゲームを全力で頑張ってください。はい、頑張るね。ではまず皆さん目をつむってください。はい、では目の前にあるお菓子を一つ取ってください。どうぞ目をつむってね。それでいいですか？わかりました。では目を開けてください。今から型抜きゲームをしたいと思います。1分以内にこの型抜き完成させてください。はい、完成できなければ後ろの赤い服のマスクの男に暗黒の闇に連れて行かれますので、頑張って型抜きしてください。はい、割れてしまっても連れて行かれます。わかりましたね。では1分計りますので準備を始めてください。はい、オープン。はい、ちょっといずちゃんは割れていたので違う恐竜に変えます。いずちゃんは恐竜に変えました。はい、トリケラトプスです。みなくんはちょっと2つあるね。では第1ゲーム型抜き、よーいドン。1分間です。頑張ってください。皆さん大金を目指して頑張ってくださいね。割れた時点でもう脱落ですからね。ただいま14秒です。はい、みなくんすごく順調です。今22秒です。はい、いずちゃんとっても早い、28秒になりました。はい、まりちゃん35秒だよ。頑張ってくださいね。はい、みなくん43秒になりました。頑張ってください。スターはもう完璧ですね。あ、できた。できた。あと7秒です。頑張ってください。できましたね。ではそのまま待機していてください。はい、1分になりました。お疲れ様でした。では今からチェックいたしますので少々お待ちください。はい、こちらはみなくんです。みなくんクリア。そしていずちゃんいきますよ。いずちゃんチェックします。お、いずちゃんもとっても綺麗に型抜きできました。クリアです。そしてまりちゃんいきますよ。なんか食べましたね君。はい、これはちょっと連れて行かれるかもしれませんけれども。あ、まりちゃんも完璧に綺麗に切れてます。はい、ということでクリア。イエーイ。はい、皆さんよくできました。はい、第1ゲームは全員クリアしました。イエーイ、おめでとうございます。ではチョコレート全部召し上がってください。はい、いただきます。はい、どうぞ。頑張りましたね皆さん。では2つ目のゲームを紹介します。第2ゲームはじゃじゃん、3個に1個酸っぱいガムゲームです。ということでこの3つのガムの中の1つに超酸っぱいガムが入っています。超酸っぱいガムを引いた方はあのマスクの男に暗黒の闇へ連れて行かれますので、酸っぱい人は手を挙げて本当のことを正直に言ってください。では開けてください。はい、今回はソーダ味です。では3人でよく相談して食べてください。決まりましたか？はい、これでいいです。いきますよ。ではいただきますをしてください。いただきます。はい、超酸っぱい人は自己申告制ですので、はいと教えてください。はい、はい、456番、酸っぱいみたいです。ということで脱落です。ではマスクの男の人連れ去ってください。お願いします。連れ去ってください。連れ去ってください。
第3ゲームで復活してもらいますのでね。さよなら。さよなら。ダメですよ、そっちに行くとアンホコの嫁になってしまいますからね。ではさよなら。では第3ゲームということで456番は復活してもらいました。はい。暗黒の闇の世界はどうでしたか？暗くて寂しかったです。寂しかったね、はい、001番と067番も暗黒の闇の世界に行かないように次のゲームも頑張ってください。では第3ゲーム、まずは目隠しをしてください。はい、はい、2つしかないので1人は手で隠してください。真ん中にプッシュポップを置きました。プッシュポップを取ってください。1つだけね、どうぞ。プッシュポップ1つ取ってください。では目隠しを取ってください。はい、今からこのプッシュポップで皆さんには戦ってもらいます。はい。こちらのプッシュポップを1分以内に全部潰してください。もし潰すことができなければまた後ろのマスクの男にどこかの世界へ連れて行かれてしまいます。頑張るぞ。456番はユニコーンのプッシュポップ、067番はパソコンのキーボード、001番はイチゴです。ではどこかの世界へ連れて行かれないように頑張ってくださいね。はい。よーいドン。1分以内だよ。1分以内で全部潰してください。ポチ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 頑張ってね。はい、456番、2つずつ潰しています。67番もとっても上手。001番はちょっと遅いかもしれないけど3つずつやってます。はい、ただいま22秒です。できた。あ、すごい、クリアクリア、クリアクリア。28秒です。今頑張ってね。そしてイチゴをやっている1番34秒になりました。できるかできるか。できた。あ、できた。すごい。456番クリア。はい。はい、あと13秒だよ。1番頑張って。よくみんなは知ってるかな？はい。まずだるまさんが転んだというのはあのマスクの男の人です。このマスクの男の人にだるまさんが転んだと言っている間は動いてていいけど、何も言ってない時は振り向くので、振り向いた瞬間動いていたら脱落です。なので脱落した人はもうこの場所には戻ってこれません。ずっと暗黒の闇です。ということで脱落しないように動かないように頑張ってくださいね。はい、頑張るぞ。えいえい、ゴーはじめの一歩、サウンド。では赤い服のマスクの男、よろしくお願いします。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさん、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ、だるまさん転んだ、だるまさん転んだ。001番。あ、ミラクル脱落。連れて行ってください。脱落しました。もうここには戻ってこれません。脱落してしまったので暗黒の闇に連れて行かれます。さようなら。
1番さようなら。戻ってきたよ。はい、戻ってきた戻ってきた。動いてませんよ2人は。なんとか2人でゴールしてね。ではマスクの男の人よろしくお願いします。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。067番、脱落。あー、置いちゃったか。ちょっと滑っちゃったのかな。ということで赤い洋服のマスクの男の人連れてってください。脱落ということで、ひずちゃん067番脱落。あー、本当だ。闇もう戻ってこれません。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。うまい。怖っ。だるまさんが転んだ、だるまさんが転んだ。うまい。だるまさんが転んだ、だるまさんが。したいと思います。456番、よく頑張りました。ありがとうございます。では大金の1億円これを差し上げます。ありがとうございます。おめでとう。ただその1億円を赤いマスクの男の人に渡すと、なんとあの暗黒の闇に行ったあの2人を助けることができます。解放することができます。ですがその1億円を渡してしまうと貧乏になってしまいますよ。どっちにしますか？渡しますか？それとも渡しませんか？お願いします。あの2人を助けてください。おー、助けるんだね。貧乏になってもいいんですか？はい、お金が0円になっちゃいますよ。わかりました。ではマスクの男、あの2人を解放してください。はい。すごい嬉しそうだね、赤い服の男の人。あの2人を連れ戻してきてください。暗黒の闇になって済むよ。今からあの2人が戻ってきます。よかったね。あの2人が今からあの暗黒の闇から戻ってきます。あー、マリちゃんが泣いてる。なんで泣いてるの？なんで泣いてるの？暗黒の闇から戻ってくるから。優しい。戻ってこないと思った。あ、戻ってこないと思ったの。戻ってくるよ。これはね、お遊戯だからね、大丈夫だよ。ではお願いします。あ、帰っていた。おかえり。暗黒の闇から2人が帰ってきました。マリちゃん大丈夫だよ、2人が帰ってくるから。ねえ、よかったね。はい、おめでとう。3人とも生き抜きました。これからお金はありませんけれども、一生懸命生きていってくださいね。3人で仲良く生きていってください。はい、わかりましたね。マリちゃんすごい泣いてる、かわいい。マリちゃんなんで泣いてるのか聞いてごらん。そう、戻ってこないと思ったんだって、2人が。それですごい泣いてるの。よかったね。これでね、アクション。3人で兄弟の大切さを学びました。